こんにちは、アヒコダンスプロジェクトの小野アヒコです。今回は花がテーマにあるダンスということで、花をテーマに含んでいるダンスの作品を3つご紹介していきます。それでは早速最初の作品です。この作品はクラウドゲートダンスシアターのリ・カイミンが振り付けたウィスパー・オブ・フラワーズという作品です。音楽はバッハの無伴奏チェロ組曲、上演時間は90分になります。振り付け家のリ・カイミンはチェーホフの戯曲桜の園のワンシーンからインスピレーションを受けてこのダンスを作ったと言っています。それではそのチェーホフの戯曲桜の園について少しお話ししていきます。この話は時代に乗り遅れ没落した貴族の一家の物語です。資金繰りがうまくいかなくなり、皆が愛し生まれ育った家、そして領地である桜の園が売りに出されてしまいます。そして売られた後の桜の園にある桜が伐採されるシーンで終わるんです。桜の花びらが舞う中で昔を懐かしむようにノスタルジックに踊るダンサー、とても素敵なダンスのワンシーンです。それでは次の作品見てみます。この作品はアルビン・エイリーのフラワーズという作品になります。音楽はジャニス・ジョプリンというロックシンガーが担当しています。上演時間は28分間の作品です。この作品で振付家のアルビン・エイリーはロックシンガーのジャニス・ジョプリンの生涯からインスピレーションを受けてこの作品を作ったと言っています。それではここでジャニス・ジョプリンについてお話ししていきます。ジャニス・ジョプリンは1960年代に活躍したロックシンガーで、ヒッピーミュージシャンの中でも際立つ存在として活躍していました。それでも孤独感を感じることの多かった彼女は麻薬の多量摂取で最後に命を落としてしまうんです。動画の中の振り付けでも男のダンサーが何かよこせと迫るジェスチャーから何かよからぬ男女の関係性がうかがえます。華やかでありながら影のある女性を花として表現したダンスとも言えます。それでは次の作品見てみましょう。この作品はポール・テイラーのローシーズという作品になります。音楽はワーグナーの音楽になります。
バラの花を思わせるような男女の美しい愛をワーグナーの曲に振り付けたダンスです。バラの甘い香りを感じさせるダンスです。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したダンス作品は振付家によって三人三様の方法で花を作品の中で表現しています。各作品のリンクは下に貼ってありますので、ぜひ後で見てみてください。このチャンネルではこのようにコンテンポラリーダンスの情報、コンテンポラリーダンスのテクニック、さらには体を鍛えるエクササイズなどを動画でアップしています。よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。